こんにちは、レッドヒルヒーサーの森のダイダイです。いつも植物紹介動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日私が来ているのは季節のお花畑ですね。季節のお花畑の、ちょうどあの斜面側に、来ております。今日はですね、ちょうど今花をきれいに咲かせている、黄色い花をきれいに咲かせている種類のものが、この季節のお花畑の斜面に、ありますので、そちらの紹介をしていきたいと思います。こちらですね、黄色いあの菊のような菊花ですけれども、花を咲かせています。今日はユリオプスデイジーという、お花の、紹介をしていきたいと思います。でこちらはですね、常緑低木になります。小さい、木のようなあの状態のものですね。ですのでずっと冬でもこの葉っぱを残して、この状態で生き続けるというあの種類になります。ユリオプスデイジー。南アフリカ原産の、種類の植物になります。今ちょうどですね、この時期、花を咲かせていますけれども、一つ、またクイズを出したいと思います。この花は、大体いつ頃まで咲くと思いますでしょうか。ちょうど今、11月少し前ですね、11月頃から咲き始めたという、ものになりますけれども、はい、では答えを言いたいと思います。こちらがですね、咲くのがですね、大体5月ぐらいまでこの花を咲かせるんですね。冬はですね、やはり花が非常に少ない時期になりますので、とても優秀な植物だと、私は個人的にすごく優秀だと思います。どんどんですね、こういうふうに順番に花をこうつぼみをつけてますけれども、順番にどんどん咲いてきてですね、冬の、空の下ですね、とてもこの鮮やかな黄色の花を見せてくれますので、冬の、お庭とかですねにとてもいい花の色をですね、黄色い色を添えてくれる、とても優秀な植物かなと思います。ユリオプスデイジーになります。とても綺麗な花もそうなんですけれども、またこの葉っぱですね、葉っぱも、ちょっとこう銀色というかですね、白っぽいこう色をまとって毛が少し生えてましてですね、こういうちょっと 銀の葉っぱというのも楽しみの一つかなと思いますけれども、葉っぱも綺麗ですし、この秋から、春までという花が少ない時期にですね、綺麗なこの黄色い花を咲かせてくれるというのもですね、とても魅力的なところかなと思います。で今ちょうどここは斜面のところに植わっています。この植物比較的乾燥が好きっていうことなので、こういう斜面だったりとか、ちょっとこう上げた花壇であったりとかですね、そういう水はけのいい場所がとても好きですので、こういったところはとても環境のいい場所かなと思いますので、今日はこのユリオプスデイジー覚えていただけるといいかと思います。こういう環境で若干乾燥気味のところで育てていただけると、こう冬中ですね、ずっとこういう綺麗な花を見ていただけるのではないかと思います。今日はユリオプスデイジーの紹介をさせていただきました。